単語丸ごとイメージ化。今回はセールスクラーク、店員や販売員ということです。 I ask a sales clerk about the price of the couch。 私は店員にそのソファーの価格を尋ねたということです。簡単な単語なんですけど、たくさん同じような意味がありますので、見ていきましょう。セールスクラークにはこのように複数の似たような表現があります。 Shop assistants、 Store employee、 Store personnel、 Store staff、 Sales people ですね。好きなものを使っていきましょう。